ビンビンリンゴチャンネル、今日はですね、リンゴちゃんのナイトルーティーンを、ちょこちょこっと見せられたらいいなと思っております。それでは見てください。リンゴちゃんのナイトルーティーンスターティーンティーン。まずは干してあったお洗濯物を取り込みたいと思います。洗濯かごなんですけど、ダイソーさんですね、購入したんですけど、こう折りたたんでね、すごいコンパクトにもなりますしね、すっごい便利です。大きなのこの古時計、おじいさんの時計、時計瞳を閉じて君を照らすよ、それだけでいい。たとえ季節が僕を残して、ならしても、畳んでいきたいと思います。だいたいこういう時はテレビなんか見たり しながらやっていますね。皆さんお気づきですかね、りんごちゃんのお家にあるこういうバスタオルだったりタオルは全部白いもので統一されてます。お部屋のインテリアを白いもので統一したくて、タオルは全部白いものになっています。なんかそんなに紹介できるものないな。ナイトルーティーンってなんぞやと言いますか、もうテレビ見てお洗濯物して、飯食って、飯食って飯食って、本当お風呂に入って、なんかそれ変わってるよみたいな言われることあるんですけど、なんか自分であんまり変わってると思わなくて、なんか今度りんごちゃん24時間じゃないですけど、ずっと本当にカメラ回しっぱなしで、なんか一日ルーティーンみたいなのを回しっぱなしにしてたらね、何かしてるんだろうかって思うんですけども。いやガチで、いやガチでリアルにそれだけはやばいっすよ。お腹すきピンなので、キッチンにやってきました。まあいつもズボラ飯なんですけども、今日はですね作りませんお昼にですね出前で中華を頼みまして、その時にですね、茄子の味噌炒め的なやつを、そちらがね余っているのでご飯にかけて、食べていきたいと思います。このナスのこれ温めていきたいと思います。こんなにいいのかな、こちらのいつも食べています玄米ご飯ですね、りんごちゃんは食べているんですけども、前にも紹介しましたね、マルチャーの玄米ご飯を温めていきたいと思います。スターティン。このご飯を温めている最中にですね、皆様にお見せしたいものがあるんですけども、この通路廊下なんですけど、段ボールでもう山積みで通り道がなくてですね、いつも段ボール箱に挟まっていんだったんですよ。なんとこの度ですね、この通り綺麗になりまして、しっかり廊下を歩けるようになりました。お腹すいた。おなしちゃんとご飯を盛り付けていこうと思います。あちちちちなんですけど、一回この逆さまにして1分2分かな、なんか置くといい感じに蒸気で中のご飯が美味しくなると聞いたのでやっています。
しましたというより、温めて盛り付けただけなんですけど、いただきます。もう今日はお腹空きすぎて大変なので、もうこのままキッチンで食べようかなと思います。うまきん。ご飯の時間が幸せすぎて仕方ない。このお茄子の炒め物ってなんでこんなに美味しいんだろう。あんた何なのよこれ、すごい美味しいじゃないのよ。うん、ご飯にめちゃくちゃ合う。私もこれ美味しいなと思ったら毎日でも食べれるタイプなんですよね。なんか例えばこう冷やし中華にハマると毎日冷やし中華食べちゃうし、そう最近はもうほんと中華三昧、中華ばっかり食べてます。うん、ナイトルーティーンこんなんでいいのかな。ダメだよね。また今度ぜひですね、りんごちゃんのナイトルーティーンパート2ぜひぜひお送りしたいなと思います。スキンケアだったりとか、あとお風呂ルーティーンとかね、いろいろ今度ぜひぜひ紹介したいなと思います。今日のねこのりんごちゃんのナイトルーティーンを見て一緒に、ご飯食べたくなった方は、ぜひぜひグッティンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。おやすみなティーン。